日、大天来から1939年1月4日は、日本の書道家、現代書道の父と呼ばれる。本名、大鳥。画語は、天来。別号に、ガサ、大木、像の、純風も用いる。長野県北作郡、片倉村生まれ。陽名は常太郎。古飛法上を多角的に研究し、古天臨書の新分野を開拓し、その集大成として、 学書選定がある。不行法の解明をし、合毛筆を使用して古典を分解再構築し、新しい造形世界を展開したその活動は、近代日本の書道界において、新境地であったとされる。また、忍那寺伝来の三十条冊子の立花の、早なり筆の部分を看破したことでも有名である。家族はほとんど書道や、絵画の芸術に携わっている。 天雷記念館記事の作詞持月には、天雷ゆかりの場所として、1975年に日本初の書道専門美術館として開館した、作詞立天雷記念館や、天雷の聖火の裏山に建設された、天雷自然公園がある。天雷自然公園には、天雷や妻、小言、ひそく、南谷をはじめとして、その他文下生の作品の石踏みが立ち並んでいる。 石碑も多くを手がけ、現在全国に35基ほどを確認できる。沖諸島の西の島にある黒木古所跡の石踏み。記号は、非、大天来。AB 林厚氏、近世、近代の著名書家による、石碑修正。草壁明確、岩屋16、金井金道羅28名1500期体収録、非、大天来石碑一覧表。ありがとうございます。